たんだぞ、てめえがしたんだれ。最悪のタイミングでパンカー。危ねえのはおめえだけだろ。俺一人ならスパッと受け身取って平然としてたぞ。おもてなしするよ。バカすかいねえのか、ここは。おもてなしって言うから何もなしでこんなもん食わせてくれるわけねえだろ。バカみてえな修行の口実になるはずだ。いただきます。たまに変なのも入ってるから箸は止まるけどな。なんだこりゃ。おめえの頭悪い食リポ聞いてると飯がまずくなる。ちょっと休憩してるだけで。セレテじゃみんな次の戦いに備えて鍛錬してるはずだろ。次の戦いまでに強くなれんのかよ。どれも当たり前の流れだ。きつい修行なんてな、体作った先にあるもんだろうがよ。うるせえよ。納得したならもっと食えよ。はっはー、私の言ったことちゃんと理解できてるじゃないかい。精霊邸での治療とも食ともまるで別の階層にあるのさ。今は黙って体を作んな。ああ、私は料理作るのに全霊圧使い切るから。さっき私は私らの義にはソウルソサエティの歴史が詰まってるって言ったろ。私の作り出したのは仮の魂とそれを体内に取り込む技術。技根の神髄とは自らとは全く別の霊圧を体内に取り入れ自らの力の階層を上げること。それでも気をつけておいき。次の級のあいつは何をしてくるかわからないから。ずいぶん横行な舞台じゃねえか。おい、よくこんな場所の使用許可が下りたもんだぜ。ここを置いて他になしと結論されたのです。罪人でもなき我々にこの地に立ち入る許しなど出ようはずもありません。今のあなたには力がない。だからこそここがふさわしいと私が進言したのです。今日はずいぶんと喋るのですね。私は寡黙なあなたが好きですよ。その中で十一番隊隊長を務め自ら名付けた名を残術の手ほどきなんてずるい言い方してごめんよ。ですが眼帯を外せばあなたの底はそれ。こんな小細工まで使って傷を負わせようとするとはな。俺が憧れたあんたとはな。ただ私は何も変わってはいませんよ。俺はあんたに憧れた。何を切っても同じだった。つまらねえあんたのように戦いてえと思った。そのあんたに抜けて。なんだ今のは。あなたは視線をくぐるたび強くなる。それこそがあなたが自らに課した過ち。